上北沢駅は東京都世田谷区上北沢4丁目にある京王電鉄京王線の駅である京王東関区所属。駅番号はこれ駅。1913年の開業時、当地は江原郡松沢村上北沢に位置していたことから。上北沢は前近代の上北沢村に由来する大技で下流の下北沢村と対比した地名。 1917年に北沢駅と改称したが、1932年の東京市編入に際して、小田原急行鉄道下北沢駅周辺の地名が下北沢から北沢となったため、混乱を避けるため、上北沢駅に戻した。島式ホーム一面二線を有する地上駅だが、駅舎は地下にある。下り線が直線、上り線は曲線となっている。 2007年2月にエレベーターが設置され、出入り口からホームまでの動線のバリアフリー化が図られた。トイレは地下駅車内にある。かつてはユニバーサルデザインの一環として設置される誰でもトイレが女性用トイレの採用部にあったが、2007年3月に誰でもトイレへの移転を伴う改修工事が竣工した。かつては島式ホームに隣接して新宿方の上下線の 間に駅舎が設置されており、駅舎との出入り口は、校内踏切で結ばれていたが、十連対をホームの建設に伴う、現在の地下駅舎への移転により廃止された。高架化後も、現在と同様に、島式ホーム一面二線となる予定である。2020年度の1日平均乗降人員は1万1724人である。近年は、乗降人員が減少傾向にある。 近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。次の駅である、八幡山駅とは600メートルしか離れていないため、当駅から高架上にある八幡山駅ホームが見える。ありがとうございます。